手前が、西越え、奥が、JR 地図嬉野バスセンターは、佐賀県嬉野市嬉野町下宿にある、バスターミナルである。JR 九州バス、九州急行バス、有徳自動車、西越自動車の4社が乗り入れている。国鉄時代には、自動車駅の故障として、嬉野温泉駅が用いられていた。九州急行バスと西越自動車は、嬉野バスセンター、有徳自動車、 JR 九州バスは嬉野温泉バスセンターと呼称している。建物は鉄筋コンクリート2階建てで嬉野温泉観光協会や旅館組合、バリアフリーセンターなどが入居している。以前は JR 側にも売店があったが現在は閉鎖されている。また JR 側では2001年7月の分社化で鉄道連絡の扱いが定期券に限定されたため、 現在窓口で取り扱う乗車券類は、バス普通乗車券、定期券、回数券に限られている。なお、有徳バス、嬉野温泉バスセンターは、以前は、当初から、竹尾方へ、徒歩5分の場所にあったが、2008年4月1日に、当駅と統合されている。嬉野温泉バスセンターに関するカテゴリー、ありがとうございます。